皆さん部屋に未開封の箱いっぱいありませんか？届くものちょっと開ける暇がなくてそのまま放置してたんですけど、まあ結構ありますね。だいたい予想はついてるんですけど、まあ分かんなくなっちゃってきてるんですね。これ今日届きました、このちょっと大きめの箱。まあこれあれですね、2月発送分のフィギュアーツでしょう。じゃあ1個ずつ開けていきましょう。黒影さんがひっくり返っちゃうからこっちで。はい、ここから開けるのめんどくさいんでこの状態でいきましょう。G3X ですね。僕の肩がちょっとね壊れてたんで寝まして交換品来ました。こっち同じような箱が来てるので、これはあれですね、アギトですね。はい、裏向いちゃってますけど、まあバーニングでしょう。で、珍しい、なんかブリスターに入ってきてる。はい、バーニングフォームです。これは多分相当バーニングフォーム返品があったんだろうな。今までこう何回かね不良品で対応してもらったことあるんですけど、ブリスターに入ってくるのは初めてですね、これ。で、これはねもう表書いてあるんですよ、これ。はい、ハリケーンブルーとハリケーンイエロー、ちょっとどんなのか見たいから開けちゃいましょう。はい、いや、いいね、シュシュッと参上です。いいな、かっこいいな、シュシュッと参上。ちょっとゴーライジャーとかも出そうかな。結局ハリケーンレッドも開けてないです。ゴーライジャーも届いて最初のパッケージだけ見て開けてないです。ゴーライジャー全員揃いました。全員じゃないな、手裏剣がいないのか。いやー、いいなー、やっぱり全員やっぱみんな揃うと、みんな揃うといいね。かっこいいな。若干ね、ハリケンジャーのこの系列は顔がね大きく感じるんですよね。でも意外とそれがね、劇中に近い気がしていて僕は好きなんですよね。これはフィギュアツ祭りですね、今回。このビッグカメラ。このビッグカメラはね、何頼んだっけ。あれだ、わかった。あいつですよ、あいつ。白いあいつですよ。なんか、随分、梱包がすごいな。ゲットーン。はい、来ました。シャイニングフォーム。すごいな。結構白い。シャイニングフォームってこんな白かったっけな。あれなんですよね。放送でもシャイニングフォームになったのって、本当に最後の最後ちょろっとなんですよね。うん。なるほどね。こいつはどうなんだろう、肩部分また上がんねえのかな。あ、大丈夫そうですね。これ肩上がりそう。そしてでかいの、あれこんな頼んだっけ。なんかね、自分でね何注文したか分かんなくなっちゃったんですよね。どうなんだ、茶色の方だけ見ても面白くないから、やっぱちょっと開けましょうね。
せーの、はい、来ました、マシンデンバード、やったー、これはね待ってましたよ。やっぱり最近の傾向の中身見えない箱なんですね。いいね、これは嬉しいよ。次これ、こっち側の面見せちゃうと書いてあるから面白くないでしょ。何が出てくるか先行っちゃうと。それじゃあ2箱目いきますよ。外人の人風に行きましょうか。なんで外人の人ってああいう風に言うのかわかんないですけどね。たらー、出たー、恐竜ブルーと恐竜グリーンのセット。荒れるよ止めてみれば、荒れちゃうよ止めてみろのヴィーナス。いやー嬉しいな。俺もね、恐竜レッドをね、一回開けてちょっとね、充電池も出したりして遊んでから、全く触ってないですね。ほら、恐竜レッド。ブレイブですね。次ね。せーの。ペラーンと裏が出ちゃった。サイガー、サイガーも中見えないんだ。全部本当中見せないんだ。基本的に僕あの映画に出てくるライダーってあんまり買わないんですよ。ちょっとあんまり思い入れがなくって、どうしても避けちゃうんですけど、ちょっとねこの子だけはね買っておいた方がいいかなと思って買っちゃいましたね。かっこいいですね。ちょっと心配なのはもうボディが全体的に白いんで色移りしないかっていうのが、そこがすごく心配なんですけど、うん、いいね。よし、そしてじゃあ最後に1個よっ、さあ、マンモー、マンモーレンジャーですね。いやーこいつもいいな。そういえばプテラレンジャーも買ったけど開けてねえな。マンモスレンジャーね。ジュレンジャーは僕あの体のねこの模様がねどうしてもね競馬の服に見えてしょうがないんですよね。顔はかっこいいんだけど体があんまり実は好きじゃないっていうまあでもね、あ顔はかっこいいよな。いやギャレンが買えなかったのがすごい痛いっていうか、なんかねもうブレード自体がそんなに好きなあのシリーズじゃないんで、一回逃すともうなんかどうでもよくなってきちゃうっていうか、グレードのシリーズも別にいいかなとか思っちゃうんですよね。次がカリス。カリスが6月に出て、で、あのカリスが乗るバイクも7月ぐらいに出るっていうのが発表になったし、うん、そのそこをね攻めるかどうかってちょっとね考えちゃうんですよね。買うんだろうな。ガイムのアーツがね6月7月ポンポンって出そうな感じ。まあ6月はもう決まってるんですけど、7月もね多分出るんじゃないかなと思うの でそうすると、あもう決まってるのか、グリドンは7月だったっけな、6月だったっけな。もうだそうするとそれも買わなきゃいけないし、でね、あのゴールデンライアン、タイガー&バニーのね劇場に出てくるキャラクターもあれもね金ピカで多分ねすごい
いい感じに出来上がってると思うから、あれもやっぱり買わないといけないし、これをまたしまう場所の確保で頭が悩まされます。